はい。いちごさげです。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。えーっとですね。奈良市のね、えょとんじの自衛官を、た、たい、ほ丸しました。ごと、性的ね、なんとかっていうのね。で、えー、四つ街道署ですね。千葉県の四つ街道署は8日に、えー、うん。 まあちょっと、強盗と、なんかそういうね、女性に対する容疑で、うん、奈良市の中東地空挺団の三島陸曹の古谷総一郎を、容疑者を、28歳を、えー、再退をしましたっていうことですね。で、10代の女性に、えー、まあそういうみだらな、 ことをしたということと、迫った疑いと、女性9人でね、なんかこの容疑者は、ね、女性9人と同居をしていたということで、うん、なんかね、すごい人ですね。で、今回ですね、えー、容疑はですね、えー、と、昨年2022年の9月の9日午後9時45分頃、同から10、10時10分頃、千葉 市稲毛区のマンションの一室に侵入し女性31歳の首を丸するなどした上で現金などを奪い刃物で脅してなんとか暴行をしたという疑いです、えー、2022年11月には、うん、四つ飼同士のマンションで別の女性を殴り 現金110万円を盗んだとして、ね、えー、強盗、ね、死容疑っていうことですね。いずれも事件でも女性らは一人で在室中のところを襲われたとして、同容疑者との面識はなかったと見られるっていうことで、まあね、あのー、ちょっと前にも、えー、なんかね、その、えー、千葉県 県の,、えーえーとそのまあ、金券ショップですかを襲,襲われたっていうふうにあの店主が、ね、殴られてっていうふうな事件が起きた時にも、えー、自衛官らしき、ね、人がね、えー、入っていたということで事件が分かって、まあ、東京都の高齢女性が。 ターゲットになってるよっていうことが分かりいったら実験が発覚したっていうことがあったんであの本当に自衛官みたいな、ね、体力きちんと持ってらっしゃる方々にやっぱりね,こうね暴力を振るわれたりしたら、まあ、若い女性はちょっと無理だと思いますし、えっと、先ほどもニュースになってたんですけどここ1年ぐらいの間に千葉の、まあね、K 丸の えー、人たちのあのそういう問題事件が多く出ています。えっ、ーえー、と先ほども出てましたが千葉県木更津市において、えっ、ーえー、と警丸官が、えー、女性警丸官が二十三歳かなと男性警丸官 2名20代、24歳ぐらいのね、3名が飲酒運転で、まあね、捕まっています、やっぱりこうね、あの、えー、みんなのためにね、こう正義を正して、あの、えー、やるべき立場でありながら、そういうふうな、自らでそういう犯罪行為を行うっていうことが、いかによくないかっていうことですよね。で やっぱり千葉県の方でも四つ街道の方で、まあ、飲酒をして車に乗って小学校の2名の、ね、児童が、ね、尊い命を失っておりますで、やっぱりそういうこともあるからあの薬を飲んんではいけませんよあ薬お酒を飲んではいけませんよ、運転してはいけませんよって言ってるのにマ丸感がです、ねえー、やってしまってるるていうところが。 ちょっっととね、あのー、よくなないいかなと思っています、うん、やっぱり見本となるべき立場の方々なのでその辺はねやっぱりねはけ口とかもやっぱりこう上下関係厳しいね軍隊みたいなところだったりするのではけ口が必要なのかなと思うんですがとにかく全国トップなんですって千葉県が、あのー、k 應間のそういう不祥事が今ね 50何人とか言ってました、ね、あのニュースに出てましたけどあ本当にねやっぱりそう、えーとね、千葉県警の、ね、人が、ね、刃物でっていうふうなこともありました、うん、女性を脅してっていうのもありました、えー、カメラあの隠しカメラで盗撮とかいうのもありました。ね そう考えたときにあのー、本当にね、えー、正義のためにねやってきたっていうやってきていただくっていうことをねあまあある意味、えー、と今回、えー、小倉美咲ちゃんとか南さやちゃんとかそういうふうな,なんかちょっとうんなのかなーっていうふうな、あのー、ことが起きてるがゆえに、えー、それ をあの千葉の、ね、警察官がみんな悪いわけじゃなくてそうきちんと調べたりとかしたこととかがこう発掘されてるような気もしないでもないので、うん、まあちょっとそれは出てるからね悪いっていうわけでもないのかなと思うんですけれどもまあね慶丸感もね人間だからねと思いますがやっぱりこう人の道にねあの正しきね MH さんもですね、警察官、立派な警察官になるためのドラマをやっています、はいね、本当に日は昇るんですよ、うん、で、やっぱりこう、正しく会ってほしいっていう、あのー、願いがね、こもってるんじゃないかなと、私は思ってるんですけれども、はい、ぜひともね、今回はまた。 陸上自衛官の方がこういうことが起きてしまいましたのでご連絡させていただきました、まあ、今後もねちょっといろいろね何、あのー、かありましたらご報告させていただきたいと思いますのでチャンネル登録もお願いします